見てもらって分かった通りね、所沢タイソンさんが、まあ、少し前から因縁のあった現役ヤクザをわずか数秒間で制圧しました。相手はね、刃物まで、忍ばせてきていたんですけども、まあ、タイソンさんの前では全く歯が立つことなく、まあ、数秒間で逃走というね、結末に終わりました。でもね、皆さん、これがリアルなんですよ。これがタイソンさんの強さなんですよ。もう今更ね、なんだろうな、あまり驚くこともないんですけども、まあやっぱりだなって感じです。現役ヤクザであろうが、まあ狂気ありであろうが、タイソンさんには通用しないんですよ、そんなものね。本当の強さを持ってるのはタイソンさんということです。はい、まあこれでね、また、強さ、タイソンさんの強さっていうのを分かってもらえたんじゃないかなって思いますね。はい、皆さんですね、今回の動画見てどう感じだったでしょうかね。感想ありましたらぜひね、コメント欄にコメントいただけたら嬉しく思います。はい、では今日はありがとうございました。失礼します。